ジェローム・マーティン・クルーズマンは MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国ミネソタ州アップルトン出身。1964年8月27日にニューヨーク・メッツと契約。1967年4月14日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャーデビュー。1968年は4月11日の ロサンゼルスドジャース戦でメジャー初勝利を完封で飾る。前半戦で11勝4敗、防御率1.94を記録し、オールスターゲームに初選出される。シーズン23で19勝12敗、防御率2.087完封を記録し、チームメイトのトム・シーバーが前年ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した時の成績を上回ったが、投票ではジョニー・ベンチに僅差で敗れた。 エクスパンションによって4球団が誕生し、東西に畜生となった1969年は、序盤で、故障離脱。復帰後は5月28日のサンディエゴパドレス戦では、勝利こそつかなかったが、10回を無失点15、脱三振と高騰するなど、好調を維持し、2年連続のオールスターゲームに選出される。17勝9敗、防御率2.28を記録し、チームは、 地区優勝に大きく貢献。アトランタブレイブスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦に先発し、大量リードの5回二種から突如崩れて降板するが、チームは勝利し、3連勝で、球団創設以来初のリーグ優勝。ボルティモアオリオールズとのワールドシリーズでは、第2戦に先発し、6回まで無安打に抑えるなど9回途中に安打1失点と、高騰し、勝利投手。 大手をかけて迎えた第5戦では、投手のデイブ・マクナリーに、本塁打を浴びるなど3点を選手されるが、その後立ち直って、味方の逆転を呼び、3失点関東勝利で、ワールドチャンピオンに輝いた。同年のメッツの躍進は、ミラクルメッツと呼ばれた。その後1976年までの7年間で6度の2桁勝利を記録。1976年には、 初の20勝となる21勝を挙げ、脱三振も200をマークし、サイヤング賞の投票でも、ランディ・ジョーンズに次ぐ2位に入った。しかし1977年に、チームは、エースのシーバー、主砲デーブ・キングマンらの主力を放出して一気に、弱体化し、防御率3.49ながら、終盤に9連敗を喫するなど、リーグ最多の20敗を喫した。 1978年も防御率3.75ながら3勝15敗に終わり、12月8日に後日発表のジェシー・オロスコ対地選手との交換トレードで故郷のミネソタツインズへ移籍。移籍1年目の1979年は3年ぶりの20勝を上げて復活を遂げる。1980年も16勝を上げる。1981年8月30日に後日、 発表の1選手を含む3選手プラス金銭との交換トレードでシカゴホワイトソックスに移籍し最終的にリーグ最多の13敗を喫する。1982年、1983年は共に11勝7敗を記録。1983年はチームが地区優勝を果たしオリオールズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは 第3戦でリリーフしたが1死しか取れずに降板し、チームは1勝3敗で敗退した。1984年2月15日、前年に成立したトレードの見返りとして、フィリーズに移籍。4月13日のモントリオールエクスポズ戦で、ピートローズに通算4戦安打となる2塁打を打たれた。同年は十四勝を挙げるが、百八十五年は六勝に、終わって月日に解雇され、 現役を引退。1989年にメッツの殿堂入りを果たした。2019年に背番号36がメッツの永久欠番となる。ありがとうございます。